っと見てみましょう。これ活動してるエレベーターですか？こんなに注意書きが書いてるエレベーター見たことない。どんどん怖いんですけど。手動なんですよ。え、こうか。あ、うわすごい、ここ、でこれ、はい、うわどうしても嫌だったら乗らなくても階段で行きましょうか。ほんでまずこれするね。閉めて中の邪魔を閉めて、はい、しっかり閉めないと動きません。すいません、こんな狭いところに。これでしっかり閉まったんかな。わかんないです。5回行って押すとちゃんと閉まってれば動きます。押してみます。はい、怖っ。閉まってたんだ。ここに急に人の顔とか出てきたらめっちゃ怖い。最後だけちょっと気をつけていただいて。え、そうそう。おー、でこれで自分で開けるん、はい、あれですもんね。安全ではある。おー、ちょっと緊張しますよね。アメリカに友達がいる男、お笑い芸人芥川賞作家又吉直樹さんです。お願いします。お願いします。1時間半ぐらい書店を回っていただきましたか？僕はそんな時間経ってると思ってなかったです。20分ぐらい。20分ぐらい。エレベーターどうでした？怖かったですよ、正直。ちゃんと閉めてないと動かないんですもんね。動かない。そのシステム信用できひん。改めまして、今年3月にエッセイ集月と散文を発売されまして、2019年ぶりの新作で10年ぶりのエッセイ集。エッセイっていうと日常のこととか自分の身辺のことを書いてるものが多いですよね。だけどもうちょっと大きく小説もエッセイ、コラムも含まれる複合的なものになればいいかなっていう思いも込めて月と散文っていうタイトルにしたんですけど、はい、原稿自体はほぼこの2年間の中で書いたものですね。コロナ禍のお話多いですもんね。はい、毎日家の中にいて誰とも会わず事件が起きない、芸人でいうエピソードトークができないっていう日々の中で昔のことを振り返る時間にもなったから、エッセイ集自体が満月と二日月っていう章があるんですよ、はい、満月の方は僕の子供の頃の思い出の話が多かったりして、二日月の方はこの2年3年で起こったことも多く書いてるっていう。うわー、そういう過ごし方すればよかった。どうしてだ。ずっと酒飲んでました。わかる。調整ミスする時ない。明日も明後日も仕事ないしと思って、はい、飲んで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 仕事の前日ぐらいも飲んで昨日は飲んだらあかんかったんやみたいな。めっちゃありました。僕の場合は文筆業だけはできるから劇場にも立てない芸人もおったけど、自分には劇場に変わる場所があるっていうのもあって、それが一冊になったんで、うん、大事な本ですね。今までだから一番、まあ、末っ子やから一番今愛情注いでんのはやっぱりこれ。やっぱそうですか。まだ文庫本になるなんていう飛行にも走ってませんしね。いや、あれ飛行じゃないから。あ、飛行じゃないです。成人みたいなもんだから。成人。想定がかっこいいんですよね。少年がね、月見てますしね。この構図は松本太陽先生が考えてくださったというか、はい、今東京日頃っていう作品を書かれてて、はい、漫画の編集者の方が主人公の話で、いろんなタイプの漫画家さんを集めて雑誌を作るみたいな話なんですよ。それがもう好きすぎて、過去の作品も好きやったけど、ここに来て何個も臨界点に達してきた松本太陽先生がまだ行くんやみたいなのがあって、すっごい感動して、連載をまさにやってらっしゃるから難しいと思うんですけど、お願いしたら書いてくださることになって、だから好きな作家の一番のファンが作品の邪魔をしてるっていう。足立さんに前回お話を聞いてなかったら一生気づかなかったことが一個だけあるんですよ。お、中です。あ、気づいた。鳥肌立ちました。やりますね。中に又吉さんいるんですよ、これ。そうなんですよ。びっくりしました。嘘だろうと思って。それよ、それが欲しかったんです。これってどなたのアイデアなんですか？私ですね。これを書いていただいて嬉しくて、うわーってなって、なんか、うん、もしも、もし今の僕を書いてくださるみたいなお願いをしたら、松本太陽先生も面白がってくださって、まさにその反応嬉しいですね。いろいろ感じ取りましたよ。まず開いて、いい感じのグレーなんですよね。これはあの月が曇ってるのか、コロナの混沌とした灰色の世界を描いてるのか、はい、いいですね。はい、前回学ばせていただいたんですよ。どうですか、本を手に取るのが楽しくなったんじゃないですか。楽しくなりましたね。もう一枚めくると、また松本太陽先生ですよね、これ、はい、犬
か狼なんですよね。狼ですね。マタイさんが吠えてるのか。そういうことです。まあ、先生に確認取ったわけじゃないんで、これが本当に狼かどうかわからないんですけど。でまだ僕ここで行かなかったんですよ。こう言ったんですよ。なるほど。金色になってんですよ。これは月が輝いてるのか、うん、コロナの混沌とした時代にマタイさんが風穴を開けてくれているのか。完全な答えないから、言ってくれたようなこと全部を複合的に楽しんでもらえると嬉しいですよね。テンション上がってくれました。はい、嬉しい。2日ぐらいで全部読みました。ありがとう。ブックロの感想とかいいですよね。いやいや、でも何かしら感じたことがあるなら聞きたい。またよしさん、めっちゃめんどくさい人だなって。僕も自分のことめちゃくちゃめんどくさいなって思ってるタイプの人間で自覚してるんですけど、はい、全然もっとネクラな人いるじゃんっていう。そんなネクラ出てたかな。めんどくさいなりに頑張ろうぜみたいなのを受け取った感じですね。なるほどなるほど。またよしさんに聞きたかったのが、中年になってで楽になりました。僕だいぶナイーブがカレーのおかげで楽になってきたんですよね。全然腹出てても気にならないですし。僕もそれ行ったり来たりですね。行っちゃえみたいなのあります。一応人前出る仕事してるんで。ただ昔やったら鼻毛がちょっと出ちゃってるかもって思ったら、絶対その日のうちに処理してたのとかが3日後ぐらいに、そういえば鼻毛出てたんやったみたいな。だけどそれを良しとはしてない。あー、はい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 、はい、でも緩んでる。あとはこの人頭おかしいなっていう。うせやん。僕はわかるんですけど、有林堂の広報の渡辺育も読みまして、月の侍にドアの覗き穴からウーバーイーツの配達員が容量がいいか悪いかをずっと観察するとか、こっからこうやって音を立てずに見てます。ずっと育さんに理解できましたって言ったんですよ。やらないですか。やりません。やらない。やらないか。マタイさんがこの感じを表に出してくれることによって、はい、ナイーブセンチメンタル考えすぎ変人たちがちょっと生きやすくなるんじゃないかなって僕思ったんですよね。いやでもよくエッセイ書きましたよね。僕書けないですわ。書いてください。いえ、恥ずかしい。恥ずかしいですね。小説だったらこの登場人物はこういう風に考えると思って書いたので、うん、っていう言い訳があると思うんですけど、うん、エッセイって言い訳聞かんないじゃないですか。聞くよ。あの時どうかしてたっていう。わかる、わかるんですよ。自分のことを正直に打ち明けると、お前みたいなそういうやつ嫌いなんだよっていう人の姿が見えてしまうから。だけど全員に好かれるのって無理やから、はい、自分のことを嫌いっていう人たちのご機嫌を伺いながら生きていく人生なのか、自分の好きなようにやっていいねそれって言ってくれる人たちと生きていくのか、はい、どっちにしろ恥ずかしさは伴うからっていう考え方ですけどね。あと5時間ぐらい喋りたいんです。始発が走り始めてしまう。3分は特装版があると聞いたんですけれども。そうなんですよ。これがいわゆる通常版とされているものなんですけど、はいはい、1600円かっこ税別って書いてますけど、はい、それとは違う1600円で流通させようと思うとかなり難しいっていうぐらいこだわって作った本。全然違うじゃないですか。和菓子みたいじゃないですか。月と三分、又吉直樹、活版印刷ですね。触ると立体感があるというか、う後ろには二日月。髪がね、いいですよね、またね。ボンタン飴、くるんでるやつだ。これを外してみると、こういう素材なんですよ。あー、仮木のソファーだ。そういう感じですよね、うん、これは紙を貼ってるんですよ。あ、大仙っていう昔の本とかであったりするんですけど、はい、いろいろやってるんですよ。あとね、通常版のここ触ってみて、ここね、ツルツルしてますよね、はい、で特装版のここね、あ、年賀状たくさんありますみたいな。アンカットっていう手法でぬくもりがあると思いません？うん、ビボの糸みたいですもんね。小口っていう、ここもアンカットになってるんですよ。本当だ。上を両方やってるっていうのはかなり珍しいらしくて、今回関わった人たちとか現場でいろいろ聞いたら、何十年かはやってないんじゃないか。布に大線がつくかどうかの実験を何回も繰り返したり、月とかも剥がれやすくないかとか、この素材じゃうまくいかないなとか、あらゆることを試してかなりこだわってます。できる職人さんとか工場も探さなきゃいけないですもんね。いなかったらしいですけどね。え、
どうしたんですか。現役の本を作ってる人たちがこうやったらできるかもとかで再現して失敗繰り返して形にしていったんです。でもこれができたから10年後とか20年後誰かがやろうと思ったらサンプルがあるからここに使った技術は継承されるっていう。特装版どうですかみたいなねお話をいただいた時に自分がやっていいんかなって気持ちもあったんです。この風格ってベテランやんこういう本がたまに誰かが作ったらその作家さんの本あんまり読んだことないかもっていうのでも作り方が面白い本とかだと買っちゃうのよ。だから100人ぐらいしか買う人がおらへんみたいな本になったとしてもなくなってほしくないんです、うん、でもそれが自分でいいんかっていうのはあったけどエッセイと一緒で断ってもビビったんかダサいのになるし、はい、やったらやったで大御所ぶんなみたいなどっちみちあるからやりたいことやろうっていうことでこだわって完成したんですごい嬉しいですけどね。ここまでこだわりがあったら値段とかねもういいかなと思うんですけど、ちなみにおいくらですか。14,000円。14,000円ちょっと引いてるよ本物のこと言ったら14,000円でも作れないぐらいコストはかかってますありがとうございます。今日はいやいやあげる言ってないですありがとうございました。じゃあどこかカレーに締めていただいて。カレーに締める締めるのって結構難しいんですよね。難しいからこそ抱くんだみたいなのがあるわけですもんね。そうですね名MC を見てると最後だんだんテンションがどうもありがとうございましたで終わってるんですよ。さようならさようならって終わるじゃないですか。いきなり僕らのテンションであれやったら怖いじゃないですか。怖いですよね。だからいや高いですけど欲しいですね、それではさようならみたいな感じだったんですかねそうそう、それが意外とみんな違和感ないんかもしれない。ああそっか。又吉直樹さんでした